job. ヨーブラザー、知らせ頃です。カウンが実装されてですね、ちょっといろいろやってみたんですけども、試しにディオナでやってみました。まあ、ディオナってこういうね、元素爆発置き型だったりとかしたりとかして、まあいろいろあったのと、まああとは7とね、回復の組み合わせで見たりとか、あとは、まあタルタリアですよね、突っ込み系。要するに、まあカウンがね、置き型でやって、まあタルタリア。あるいはディルックで突っ込むみたいな感じの。結構強いのかなっていうのと、あとは、まあ、ディオナがもしメインで行くんだったら、まあ、ディオナっていうかあのカウね、ただ置き型のスキルやるじゃないですか、モナみたいな。だそのモナみたいな置き型のスキルを打ちながら、ユクワキっていうキャラクターの元素爆発の通常攻撃と合わせて相手動けなくさせてやる。でさらにそのユクワキの剣とかを刺していくっていう感じが結構面白いのかなと思いましたね。まあ相性のいいキャラとしてはやっぱりユクアキ、タルタリア、まあツッコミ系メインがタルタリアだったらそのタルタリア、カウンで、あのメインがカウンだったらユクアキとか、それでまあしっかり凍らせていくっていう感じで氷生物を使う。回復はまあバーバラとか、まあ水とね氷でしっかり組んでやるのがいいと思うし、ただそれだけだと幻想的にきついなとか体験が欲しいなとかであれば、まあここに、まあ、アタッカーの方にこうやってこれを入れて、まあ凍らせるタイプじゃないそのタイプで戦うチーム編成したら、ユクアキとディルックって相乗効果もあるし、蒸発かけたり蒸発妖怪がもうゴリゴリかかっていくようなメンバーみたいな感じで戦うこともできますね。まあ、そういう構成をちょっと考えたのと、あとは生物構成ですね。生物構成、まあ、その場合だったらどうするのかで、まあ、ディオナの場合だったら、まあ、今元素エネルギー80設定で、まあ、持続時間12秒、クールタイム20秒、まあ、おそらくね、まあ、これよりは性能はいいと思います。だまあ元素エネルギーは80だとしても、まあ持続時間はもうちょっと長めの15秒とかそこら辺で、まあその間でタルタリアの、まあ、水生物スキル15秒とかで突っ込んでみたりとか、そういうのが結構ね面白いのかなというような見解。ってことはどうするのか、まあ、生物のやつはおそらく元素爆発をしっかり回していかなきゃいけないタイプだと思うんでね、自分でアタックするにしてもやっぱりその地盤を敷いてフィールドを引いて、でそこで水の行く空きとかと組んで敵を凍らせながらその中で暴れる、あるいはまあデコイの打ちながら水で固めて、でアモスの弓で遠間から打っていくみたいなことをやりたいと思うんで、どちらにしても必要なのが元素チャージ効率っていうことは、ここに元素チャージ効率を入れるのかっていう話になってくるんですけども、それだとやっぱり置き型のスキルも、置き型のスキルも置き型 の、の元素爆発も結構多段ヒットで攻撃力が入ってく、威力の高いね元素爆発の継続ダメージがあったんで、もうそれももはや同時 DPS に入れてしまおうと。行く空きに行く空きやったら同時でしょ、で置き型の今回のカウの同時で、アタッカー同時。だから同時ダメージがガンガン入るような設定にするんだったら、ここはやっぱね、攻撃力に振りたかったりもするんで、じゃあどうするのかって感じなんですよね。で、氷生物でやって、会心と会心ダメージをね、補助していくとしたら、サブステどうするか。サブステは会心ダメージと、そうだな。まあ、会心ダメージと元素チャージ効率とか。で、ここも、まあ、元素チャージ効率のね入ってるものを使っていくとか、元素チャージ効率この会心ダメージで、ここは元素チャージ効率じゃないにしたら、まあ、攻撃力が入っていて元素チャージ効率と会心ダメージがしっかり入ってるみたいな
そういったのを作ると多分ね、置き型のやつもかなり火力があって、まあ、同時にダメージを敵に与えることができる。行く空きとサポート型のカウンとかで。で、メインアタッカーはさ、ディルックとか、妖怪かかるでしょ？妖怪かかって蒸発からディルック突っ込んだり、逆にタルタリアで凍らせながら、もうそのまんまガツガツ、やるタイプでも面白いと思いますね。だから生物としては、元素チャージ効率を入れる、サブステータスで入れる、会心ダメージを入れる。会心率は、氷の共鳴と、氷生物で大丈夫。で、水キャラと組む場合は凍るんで、それが40%なんで、あとはもう元素チャージ効率を会心ダメージに振るのが一番いいのかな。で、時計のところが本当に悩む。だからやってみないと分かんない。チャージ効率が80だったらやっぱ、変えざるを得ないのかなっていうのがあるし、まあ、スキル打って回収どうなんとか。あとは、味方のキャラクターに清風を入れてみたりとか、清風体験入れてみたりとか、清風の弓入れてみたりとか、まあ、ちょっとそういう調整とかすれば、意外と回るのかなっていうのはありますよね。まあ、行く空き清風にすればさ、白いなんか元素粒子が出て、それもね、元素チャージに役立ったりするんで、まあ、パーティー構成でしっかりチャージを回るようにしてあげる。あるいは、氷の、超運かな。ただね、超運って一つね、落とし穴があって、あ、超運合うじゃんって思うかもしんないんだけど、通常攻撃も氷にしたいと思って。これって、このスキルのバフって、片手剣と両手剣と長い武器のキャラクターだけなんで、まあ、弓キャラのカウンって全く関係ないんですよね。だから、超運と組み合わせるとしたら、まあ、氷元素の、まあ、粒子を落とすスキルがあるから、まあ、それで使えるかな、みたいな。そういう話になりますね。まあ、それ何がいいのかって言ったら、例えば、まあ、ディルックで突っ込むんだったら、カウンのフィールドの中で、まあ、超運、通常攻撃、氷みたいな、まあ、そういう、ちょっと、あれかなみたいなキャラクターにはなってる。これもね、関係ないしね。このエリアの中にいても、カウン強くならないし、だから今回、超運とカウンは、あんまり噛み合わなそうなんで、やっぱり、行く空き、水系のキャラクターがね、結構持ってたら、まあ、第一候補が行く空き。ここら辺と絡ませていくのがね、同時に DPS 上げるコツだと思います。カウンと、行く空き。これを抑えておけば、あと何入れても大丈夫みたいなことが、まあ、今回の僕の考察でした。よければ、ぜひぜひ参考にして、次回の、まあ、来週あたりから、ピックアップガチャ始まりますんで、その時に、まあ、行く空きをね、持っていれば、行く空きと組み合わせてみていただければというところになります。あとは生物の、源泉はチャージ効率をしっかり盛るような編成にすると、かなり、DPS、噴火のダメージ量は変わってくるのかなというような印象でした。ではね、こういう形で動画の方いっぱい出していきますんで、よければね、今後も参考にしていただければと思います。生放送いっぱいやってますんで、よければ遊び来て、何やらね、こう相談のやつだったり、逆に僕に教えていただいたりとかして、有意義な時間をね、一緒に過ごして、原神ライフ楽しんでいければなと思っています。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。